はい、こんにちは、ヨイフケイです。二期の洞窟 30F。 さてと、しばらくは結構敵きついのかな。で、36からすごくきつくなるんですけど、まあ、多分うまくいけば、順調にいけばこの動画中にそこまでいけると思うんで、まあ、そっからはちょっときついですね。はい、どうもです、こんにちは。ちょっと倒されちゃうかもしれないな、そっからな。まあ、といってもこの階層でも随分敵強いんだけどね。素早さそうね。やだな、ちょっと待て。そうか、ドアの確認してる感じじゃないのかな。右は通路か。どうなんですかね。どうしようか、こうじゃない方がいいか。失敗したな。はいはい、そういうのもありますね。いや、だけどまあそういうのもありますけど、どこに落ちるかわからないからね。変なとこ落ちたくないんだよな。まあそこまで危険ではないとはいえね、変なとこに落ちてしまって倒されるってことは多分少ないと思うけど、この階層ならね。どいつかやるべきなんだろうね。あ、ちょっと待った。まあ、いや、とりあえずこいつを。で、いっぱいいるな。金縛っとくか。どうもです、こんにちは。金縛り。引くか。こいつのレベル上がっちゃうのやだな。レベル上がりそうだな。まだ大丈夫かな？よし。で、右。こいつか。怖っ。ちょっと。なんか万全の布陣だね。どうする？どうしようかね。刺激しようか。で、倒す。札使おうか。まあ多分左のやつ何されても多分大丈夫だったんで。どうもです、こんにちは。どうしようかな。何使うか。同族じゃない方がいいか。混乱使って逃げるか。ちょっと殴られそうで嫌なんだけど。階段っぽですね。31。こいつどうしようかな。どうしようか、これ。どうそこ開けちゃなかった。この辺開けたいですね。開けちゃおっか。なんかいらないものってあるのか。一瞬で使い切っちゃおう。ちょっと整理しよう。辺開けちゃいます。どうそこでしょ。これ、金縛り。今日は混乱層どうしようか。まあいいか。バナナ出しといていいか。あ、保存空いてんじゃないか。青いバナナね。じゃあ持っていけるな。よし、行こうか。矢で索敵すべきかどうかな。やっていってもいいや気がするが。石投げよう。はい。そうっすね。まあ、ここから先どんどんもっと厳しくなるんで、また？
ここから先もっときつくなるんですよね。ゾワンゾワンはあと4回分かな。爆睡は取っとくべきかな、やっぱり。じゃあゾワゾワでやるか。これ石投げとかも逆になるかな、ゾワゾワって。どうにやるか、こっちからやるか。ちょっと始末しようかな。お、石。はい。あ、特に使ってこない。あ、そうなんですか。そうなんだ。そっか。どうしようか、一律のきゼロ。使えるもんだけどな。混乱そうか。札とダブルからな。よし、行こう。バナナ。黄色いバナナ。じゃあ、青いやつ食べちゃおうか。これまき物は出てないね。よし、鈍色空振り。あ、そうですか。まあ、していい。今回はなんか階段が良くない気がするのね。ドラゴン寝てるね。なんかありますかね。水力ある方から行った方がいいかな。こっちから。ここか。石で。どうすんだよ。もう一回外れるかな。バナナの皮はなぜか当たる。なんでかな。バナナの皮だけ必中なんだけど、なんで。何、なんだこれはって感じ。はぐれメタルがいるぞ、おい。みんな、はぐれメタルがいるぞ、ほら。どうしよっか。爆睡がね、ちょっときついね。これ爆睡だな。爆睡に読ませていただきますわ。ちょっと待って、これ読んじゃうと、部屋対策、箱に1枚あるか。こんなも1枚。足遅いです。何解除されたかな。はぐれメタルと、あ、倍速になってんのか。あ、でも特に問題ないもん、こいつは。殴られるか、まあいいか。ドラゴンじゃなくてよかったな、解除したけど。札がある。あ、アイテム拾えるんだけど、これ拾うか。ドラがいるんだよな、ここな。まあいいや、ここで足踏みしよっか。よし。これ後ろに背負っていこうか。あんまり意味ないかな。あ、むしろ歩けなくなってマイナスか。ちょっと倒したのか。後ろに引けなくなりますからね。はい、意味ないっすね。でも倍速のやつがいるときは有効な戦術かな。どうすかね。下にあるの金か。まあいいや、もうお金拾わなくていいかな。はい、お金。ドラゴン上に抜けるか。あら、メリットも、そうっすね。
大体そういうことやって万々歳ってことはないんですね、ああいうのってね。階段ここね、よし行こう行こう。34ですね。問題の階層が近づいてきましたか。久々に見れた。あ、この配信ですか。ありがとうございます。どっかに通じてるといいんだけど。あ、ちょっと待って、ちょっとバナナで死ぬときやだね。やだな。金がある。あ、危ない危ない。どうしよっか。どうしよっか。食い物。消えないバナナね。持ってっか。どうするかね。歩きたくないんだよね、正直言って。歩くぐらいだったら。あれ、買わないんだっけ。殴るか。怖っ。策的するべきかもしれないな。ちょっとやるか、しょうがねえから。どうしようか。階段ここか。あ、大丈夫だな。相手見てて OK か。で、混乱そう。巻物助かる。混乱の巻物助かるね。じゃあ行こっか。35回。いやー怖いな。はい、カッパ怖いっすね。なんかアイテムの上にいる。ちょっと どうやって見るんだっけ。あ、こうか。投げられるのか。じゃあ、でもアイテム投げるの嫌なんだよな。投げられるからな。外れると混乱とか投げてみるか。あ、そうだった、聞かないんだっけ。あ、ちょっと待った。つい振ろう。はい。すみませんでした。始まり。ちょっと、なんか来なければいいんだな。よしよし。やだわ。そう、あいつの聞かないのね。にわかだった？にわかだったってことはバレちゃった？バレちゃったね。おぉ。明かりの巻物？とりあえず今はいいんじゃないですか。まあ、次の、会社からきつくなるみたいですけど、なんだっけ、視界明瞭か不明瞭かわからないけど、真相ね。真相ってどうしようか。まあ、いいか。ん？また？歩こう。バナナで殺されるとかね。バナナで殴り殺されるとか、屈辱的にも程があるんだけど。で、左から来るかもしれないな、これな。大丈夫だった。ここか。こっち殴ってくる。大丈夫か。よし、36回。じゃあちょっと分物見よっか。バナナ多いっすね。投擲用のね。投擲用のバナナがめっちゃ多いんだけど。左に見えてますけど、ガラ中流魔同士がいるんですね。こうやって一時しのぎしてくるんだよな。嫌な感じですね。で、この階層、大眼法と眠り大根がいるみたいですね。で、眠り大根対策は何もないですね。で、こいつ39まで出る。眠り大根39ですね。明かりの巻物はじゃあここで見ますか。何回あるんだっけ？ 3 回分あるか。39まで出るから、全部読んでてもいいかな。まずこれ読んで、あとドッケしても装備するか。そうか。一
一時死ぬくされたらくたばるかな。どうしようか。こいつ一時死ぬくしちゃおうか。で、毒消しつけようか。で、あと場所替え使って、敵がなるべくいないところ。なかなかそういうわけいかないかな。チャンスを見計らっておりますが、敵どんどん増えるんだよね。適度に始末していくべきなんだろうけど、敵がセットになってるからな。タイガーの方や、そろそろチャンス来るかな。石行ってみようか。じゃあ見渡す剣がありますね。柄寝てますね。なるほど。ここかな。ちょっと待って、あ、待てよ、場所があった場合直線じゃん。柄に魔法されるな。どうしようかこういう場合どうすればいいかな。出直しか。出直しだな。していいか。で、ここに柄が来て、あとは泥。チャンスを見計らってんだけどな。なかなかうまいこといかないね。ちょっとオーラインがめっちゃ激しいんだけど、どうしよっかこれあ、やばい、眠りたいコン来たぞ。微妙な位置なんですね。ちょ、眠りたいコンだけは勘弁だからな。大根こっち来ないかな、今んとこ。敵が多すぎる。爆睡でも読めっていうのか。はい。場所が振ったやつに、あ、そっか。振られるかもしれないですね。確かに。どうしよっか。爆睡読んじゃうか。どうするか。そうだな、場所が振ったやつにってこともありますね。あ、間違った間違った。あ、タイガーホ来ちゃったぞ。どうやって書いてるのも限りがあるしな。ちょっと行ってみるか。はいはい、気づかなかったね。もう不思議とやられたことないな。あ、危険すぎる。どうするか。仕方ない。こっち来るかな。ここの敵マジできついんだけど。今どうなってるかな。ちょっと行ってみよう。やっぱり難しい感じだな。どうしよっか。引く引く。自利品？アイテムはそれなりにいい感じなんじゃないですか。じゃあどうしよっかな。鈍足でも振っとこうか。ちょっと待って、これじゃ2体だな。まあいいけど、鈍足で倒しちゃおう。こいつだけと投擲で、どんな感じ。タイガーウホ、タイガーウホはでも石で倒すか。ちょっと場所がないって感じじゃないかな。倒すか。あ、間違った。あ、なんか来たぞ。くそー、なかなか行かせてもらえないが。
札使うか。混乱でいいか。起こされたりして。本気のやつ。あいつどうしようかな。場所があってみるか。なんか振られるかもしれないけど、まあいいか。大丈夫だった。なんか盾になってくれたし。そういえばなんか、あの場所が、をですね、場所がしたやつに杖振られたことないですね。でも振られることはありそうですけどね。確かに。どうにやるかな。履物なのがいいかもしれないけど、これ。金縛りが何回かあるね。じゃあ、金縛ろうか。とりあえずこれ金縛った方がいいな。で、右のやつマジで危険だな。そうですね。右のやつ、その金縛った方がいいかな。でも投げられそうだな。何投げてくるかな。どうするか。札使った方がいいかな、それとも。どうするか。金縛り使ってっか。大根投げそうで嫌ですね。だな。仕方ないな。化け物使うか。化け物使おう。爆睡使おう。しょうがない。これはもうやるっきゃない。消耗激しいぞ。明かり明かり。右の部屋ね。アイテム少ないっすね。うまみがマジでないんだけど。だからきついだけで。アイテム何が欲しいか確認しよう。壺か。行ってる余裕ありそうですね。そこ抜け。38。確か39までだっけ？から。どうしようかな。とりあえず明かり読むか。あるんだっけ？あ、ありますね。ん？あ、お祓いの中だ、これ。これか。はい。なるほど。いや、いいんじゃないですか？そこの毛。いいんじゃないかな。毒消しにして、バナナ食べちゃおう。皮だけでも持ってきたいけど。持ってこう。どうに行くか。右から行こうか。あ、待って。しまった。うわ、なんだこれ。ちょっと待って、これ、投げられるか？いつ投げてくるの？上の水路に引きたいけど。お、引いてた、引いてた。いやー、歩こうかな。タイガウホのレベルの高いやつがいるんですね。そいつがまずいかな。そいつも出るみたいなんですけど。よし、分散してくれて助かるな。こうかな。ちょっとデブータの石投げよっか。で、あと普通の石投げて。ギター。よしよしよし、いっちゃおう。で、39も出るんだっけ。39までって言ったけど、大根ね。39も出そうですね。あ、でも階段近いじゃないか。ナイス。はい。ガラッと軸あってて、これ投げられる可能性ありか。よく見て、投げられそうですね。吹き飛ばしないんだよな。
ここでなんとかしないと。一時しなきゃ嫌だな。金縛りも無駄だしな。どうしようかな。どうする。どうしようか。一撃食わんようか。あ、でも確実にダメージ当たるしなんかない。右に一撃すれば次のターン殴られるってことないんだけどね。殴られて死亡ってことは。巻物読むか。どうしようかな。何がいいですかね。やっぱり巻物が一番安全だよな、どう考えても。あ、けどもう矢打っちゃおうか。矢打っちゃおう。矢打つ。難しいですね。大丈夫した。そう、相手も、きつい状況がありますからね。で、今40回目で来ましたけど、分布図は、柄が40までですね。あ、ここからギャンドラが出るんだ。ギャンドラって、ツボ減らしたやつだっけ？対外方ですか？かなり射程広いんじゃなかったかな。射程あると思いますよ、確か。あと、タイガウホが41までですね。もう少しの辛抱ですけど、まあそこからは若干楽になるかな。まあ、ギャンドラがちょっと面倒ぐらいですかね。あと、バナナ親方が出ますね。はい。まあ49までは、あ、目回し太鼓が47からですね。これを覚えておかないとな。まあそんな感じです。41までは、かなり危険ですね。魔導助かるな。よし。壺消されかねないな。ギャンドラーって壺消してくるんですよね。確か。ちょっと待って、ギター取れるわけか。こいつはギター投げてくんだよね。確かね。ギター拾って。札。あと1分か。封印の札助かるかもな。なんか入れて。あ、いや、鈍足の杖でも入れて持ってくか。なんか野老女がまた出るみたいですからね。うん、左に部屋あんのか。ないな。また視界明瞭になりましたね。やっぱり明かりの巻物は道ストックセットがいいかもな。視界不明瞭できついマップがありそうだからな。こっち来るかな。こっち来ないな。あら、倒さなくても負けばいいんか。こうやって書いてなかったですか。射程無限とかですかね、もしかして。なんか俺も攻略本DS のやつですけどね、持ってるんですけどね、なかなかこれが使えないんですね。微妙な感じですね。PSP も攻略も出してほしいな。で、ちゃんとしたやつね。ほんとね、重要なこと書いてなかったりするからね。ああ、では、ウィキの出番なんですけど。あ、切んなくちゃかな。はい、じゃあ切ります。はい、ご視聴ありがとうございました。次はもよろしくお願いします。